はい、どうも、いらっしゃい、ワドツでーす。引き寄せの法則とか自己啓発っぽい話題になったんで、ちょっとまあじゃあ、そういうことずっとやってたんで解説しようかなと思います。はい、ジャッキーいらっしゃい。そういう本ありますね。本のタイトルですね、これは。思考は現実化するっていうのと引き寄せの法則っていうのは。まさに本がありますねっていうか、本のタイトルです、これは。引き寄せあるよ。メロンさんいらっしゃい。はい、ワドツー。いろはさんワドツー。サトシさんワドツー。引き寄せの法則はあるでしょ。逆にない理由がわからなくて。その、現実社会とかって、今の世の中って全部引き寄せの法則の結果でしかないから。引き寄せの法則は僕はあると思ってますよ。そうそうそう。だからみんななんかうさんくさいとかでバカにしてるけど、それって本当に考えて言ってるとか、根拠があって言ってるかっていう、そうじゃなくて雰囲気で言ってるだけじゃん。今初めて一回ジャッキーって読んでもらえた。おう。俺はあると思うよ。あると思うつうか、俺はまあ実践で使ってるから。うん。引き寄せの法則ってユダヤ人の法則って聞いたこともある。ああ、ユダヤ人っていうよりも、まあ、ユダヤで合ってる。すごくいい指摘で。あれだよ。引き寄せの法則を一番最初に広めたのってキリスト教だよ。簡単に言うと。イエス・キリストって引き寄せの法則、だ、聖書ってそういう本だから。引き寄せの法則が書かれてる本だから。で、ロンダーバーンの書いた引き寄せの法則っていうのは、それは実は宗教に限定されないっていうことを言い始めた。簡単に言うと。うん、だからよく言われてんのが、まあ、キリスト教の聖書は世界で初めての自己啓発本って言われてるよね。それ正しいと思ってるよ。うん。全然正しい。うん。引き寄せの法則はありますよ。ただそれを使いこなせるかどうかだと思ってるね。引き寄せの法則は自然の法則と思うんだよね。うん、まさにそうですね。先ほど DM しました。DM？ 本当に？見てみようか。ああ、了解です。DM 返信しました。名前カタカナにしたの？あ、そう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 。正しい読み方を広めようと思って。うん。ワドにしましたね。まあ、ワドに戻そうと思うんだけど、みんなが覚えて定着したら、ワドにも、ワドっていう漢字の方に戻そうと思うけど。うん。ありが、いやいや、とんでもない。DM ありがとうございます。そう。ワドです、ワド。和に道って書いてワドって読むんですよ。夢が叶わないっていうか、刷り込みだなっていうよりも、引き寄せの法則の定義だと、叶わないって思ってるから叶わないことを引き寄せるって考えるの。叶わないって言ってる人は叶わないんですよ。うん、そう。だから、叶わないとか夢は叶わないって思ってる人は絶対夢叶えらんないんですよ。だから、ね、夢叶うって思ってる人は叶えられると思ってる。うん、そう。ワドです、僕は。京セラの創業者、稲森和夫も仕事、人生イコール考え方かける熱意かける能力って。稲森和夫すごいよね。うん。夢は叶わない。圧力は確かに感じる。いや、違うんだよ。叶え方わかんないから、人間って自分の価値観とか経験で語るから、
結局叶えたことのない人の方が多いわけじゃん。だから俺には無理だから世の中もそうできてるはずだって思い込んでるだけなんだよ。だからそういう人間が 99% いるだけであって、でも世の中には一部の人間って夢叶えてるし、でしょ？そうそうそう。だから叶えられるのにっていう。だから叶えてる人の法則みたいなものを体系化した方がいいと思ってるけどね。叶わないって言ってる人は行動もしないから叶わない。そう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 。単純に言うとそんな感じだよ。プリプリ精子さんいらっしゃい。引き寄せの法則っていうのは、ロンダー・バーンっていう人が書いた結構著名な本ですね。ザ・シークレット引き寄せの法則っていうタイトルの本で。うん。結構日本でも流行って、何万部売れた？200万部くらい売れてないかな。結構売れてるはずなんだけど、ロンダー・バーンの方は。要するに息してるだけのバカだわな。まあそうだよ。息ばんばバカとまでは言わないけど、うん、まあもったいないなと思うよね。人生自分の思い通りにどうにでもできるわけなのに、それを自分の人生を制限しちゃうことになるから。夢は叶わないよって人に伝える人たちって足引っ張る、叶えてほしくないって心の底にあるから、自分よりも先に行ってほしくないって心理がある時とか、コンフォートゾーンの理論ですね。トマブチヒデトでいうところの。かっちゃんはどつ？そう、ドリームキラーとかコンフォートゾーンとかの概念になるんだけど、その辺も説明した方がいいのかな。まあ、そんな説明いらないんだけど、本当は。叶うもんは叶うんだ。うん。体系的に全然話せるけど、コンフォートゾーン、トマベチ、あの系の難しかった。いや、原理はね、そんな難しくないよ。原理はそんな難しくない。原理はそんなに難しくないですね。おいおい、FC2 にチンコ丸出しのやついるわ。通報通報。FC2 アダルトじゃないから。おい、誰だよ。これ、ナオキってやつ通報しろよ。チンコ出してるやついるから。ああ、終わった。通報でバンだ。アホだろ、こいつ。ああ、速攻バンされてるわ。モザイクなしでチンコで、普通にオナニーしてるやついたわ。アホだろ、こいつ。うん、甲子園で優勝できるのは1校だけやん。ああ、いい質問ですね。だから、甲子園で優勝するチームは一番、引き寄せの法則ってね、ちゃんと定義があって、強く思って、強く行動した人が引き寄せるっていう法則があるのよ。だから俺は、スポーツとか嫌いなの。うん。いや、すごかったよ。もう一瞬でバーンされたね。うん。FC2 アダルトみたいにチンコ剥き出してオナニーしてるやついて10秒ぐらいのバンになってた。警察に捕まんじゃないの本当に。バンディカムはよ、うん、簡単に言うと、なんて言うのかな、社長になりたいと思えばなれますかね。30万円払ったら、30万円用意したら誰でもなれますね。だって登記して代表取締役社長っていう肩書きを手に入れるわけだから、30万あったら誰でもできるんだよ。ただその売れる社長とか上場企業の社長とかは難しくなってくるよ。社長になんか30万払えば誰でもなれますからね。
天才は1%のひらめきと99%の努力って言うけど、44ね、すごくいい言葉だから、それね、日本語って間違って伝わってるんだよ。あれ、と、あのね、なんか日本人って、こういう風に教えてるじゃん。99% の努力が大事なんだよ。1% にしか過ぎないんだよ、ひらめきってっていう意味で教えてるじゃん、日本人って。あれ、トーマス・エジソンが言いたかったのはそういうことじゃないんだよ。あれ、インスピレーションって、霊感とかそういう意味なのね。で、霊感を持ってないやつは 99% 努力してもダメだよって言ってんの。だからトーマス・エジソンが言ってることと真逆なんだよ、あれ。日本のね、官僚がね、わざとそういう風に努力が正しいって教えちゃってんの。違うの。努力なんか当たり前で、霊感を持ってないやつはダメだっつってんだよ、トーマス・エジソン。そう。センスを持ってないとか、霊感を磨いてないやつっていうのは何もできないよって意味で言ったの。そう。でもね、なんか日本人で間違えて。エリア51には入れません。ん？何の話？そう、1%が大きいっていうよりも 1% で全てが変わるみたいな意味合いなんだよ、あれ。トーマス・エジソン本人が言ったとされる言葉はね、直感ひらめきだけど、日本語で言うとその霊感って意味の方が多分合ってる。直感とかひらめきっていうニュアンスで言ってないの。霊感って言ってんだよね、彼は。で、なんでそれがわかるかっていうと、トーマス・エジソンって晩年死にかけた頃、霊界通信機とか作ってるんですよ。アメリカの禁止区域あるやん。あるね。でもエリア51に入ってる人間は確実にいるからね。入れないって自分で思い込んでるだけなんだと思うよ。不法侵入でも何でも、気持ちの強い人は入ると思うよ。実際入ってる人がいるわけだから。大統領になったら入れるでしょ。発明王だと思ってる人いっぱいいるけど、あの人はどうやって大金持ちになったかっていうと、電気のインフラを作った人ね。電力会社側の人。霊感霊感。直感とかを超えた、その、なんつうのかな。霊的ひらめきみたいな意味で言ってんだよね。阪大まで努力で入れるけど、京大は天才しか入れないと聞いた。天才の壁ってあるよね。俺はだから天才だって言われてる人って、俺社会不適合者が天才だと思ってるから。社会不適合者っていうとなんか変な語弊があるけど、なんか特殊な人が多いよね。兄弟も東大も、兄弟も東大も普通に入れるよ。兄弟入った天才ではない。あ、そうなんだ。インナーチャイルド、ハイヤーセルフ、小意識とかになるのかな。俺はだからよく自分で自己啓発するときには、その深層心理を書き換えるっていうことを常にやってたかな。超思い込むっていうか、確信まで落とし込む。それを先輩の言葉で言うと、想念って言うんだけど、念まで落とすっていう。で、大体の人っていうのは念まで落としてないから具現化できないって言われてて、俺は念まで落とすトレーニングっていうのを本当にセミナーとかでずっと受けてたから、その技法っていうのは持ってますね。年間2000人ぐらい入学するんやで、天才が毎年2000人も生まれるわけないやん。俺、東大生が天才だと思ったことは別にないですね。だからそれは杉分さんがそう思ってるんだよ。俺は東大生が天才だなんて言ってないよ。勉強ができる人って感じだね。まず天才の概念ってなんやね。そうなってくるよね。確信したら実現する。そんな感じだね。念ってその文字ですね。で、想像するのそうなんだけど。想念。だから俺はよく言ってんだけど、日本の大学とかっていうのは、暗記力っていうか、だから、なんていうの、地頭の良さ、記憶力とかを測るもんだと思ってるかな。IQ、PQ を測るもんだと思ってて。俺も思ってないって意味。ああ、そういうことか。そういうことか。そうそう。想像し、念ずるって書くんだけど、なんか、想念まで落とし込んでないって。まあ、だから、無意識とかそういうことなんだけど、簡単に言うと、
俺ってほら今まで生きてきて自分がなりたいと思ったもの全部なってきたんだけど、人よりも思い込みが強いんですね。で、それは普段から思い込み強いんじゃなくて、そういう能力を後天的にトレーニングで身につけたの。で、その本当に叶わないことなんかないと思ってて、俺は本当に配信で1000万稼ぐし、億万長者になるって確信があるんですよ。だけど、周りの人はそう思ってないわけじゃん。だけど、例えば、3年半前、俺が配信始めた時って、本当に見たことある人ならわかると思うんだけど、配信で食ってくって言ったら、本当バカにされたんですよ。絶対無理って言われた。100%無理って言われた。で、その時に俺はどう切り返してたかっつうと、お前には100%無理だろうねって答えてたの。でも俺はできるんだよ、100%って。よくさ、100%無理とか絶対無理っていう言葉を使う人いるんだけど、絶対なんてよく言えるよなと思うの、他人の人生に対して。それ失礼とかそういう意味じゃなくて、パッと見て、お前には無理、100%無理ってさ、研究すらしてないわけじゃん、俺のことを。でも、俺は100%できると思ってたの。自分が決めたから。だから絶対叶うし、叶えたよね。他にも叶えたこといっぱいあるんだけど。それはだから配信って比べるから、YouTuber と比べるだけであって、俺億万長者5万と見てきたから、だから別にヒカキンと誰かと比べてやってるんじゃないんだよね。自分は億万長者になれる。だからアイラと比べてるわけでも自分と比べてるわけじゃない。あ、これ？いや、財布の中ぐちゃぐちゃになってたから、結構お札の向き揃えるのが癖なんですよ、僕。全部お札の向き揃えてないと気が済まなくて、こう1000円とかこうバーって並べておかないと気持ち悪いんですよね。配信だけで期待値はあれだと思うって言うでしょ？だけど、俺はそうじゃないと思ってるの。配信でもっとでかい存在になると思ってて、なんていうのかな。結構ね、みんなね、これ覚えておいてほしいんだけど、これマジなんだけど、人間の脳みそって危機管理能力が高いから、要はダメなところを見つけることに特化されてんの。人間の脳ってそうなの。要は人間、ダメなこととかリスクヘッジのためだけに脳を使ってきたから、欠点を探すのが実は人間で一番うまいって言われてんのよ。だけど、冷静に考えたら、配信会が尻すぼみになるっていう予想って外れてきてるじゃん。今まで。どん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 でかくなってんの。ふわっち潰れるとか、もう半年前とかずっと言ってる人いるけど、未だに潰れてないどころか売り上げガンガン上がってんのよ。だから、それは自分の思い込みで言ってるだけであって、本当にデータとか根拠があって言ってるわけじゃないんだよ。顔出すだけでもかなりすごいリスク。俺だけど本当に、あれだよ、多分、10年後また見に来てほしいんだけど、億万長者になってると思うよ。これは約束するよ。海賊って日本にもいるんかい？ワンピースだけじゃないのか。俺は海賊王になるって宣言するので一緒です、引き寄せって。ああ、まあそうだね。俺はワンピースはその辺うまく描けてるなと思ってる。挫折もいっぱいするけど、本人が諦めてないから達成できるだけだからね。ルフィはちゃんと挫折を描いてるのがいいよね、ワンピースは。だけど結局立ち直るじゃん。やっぱ強く思い直すじゃん。祖父が海賊。へえ。っていうか、億万長者ぐらいは俺は誰でもなれると思ってるね。気合で。それはね、頭がいいとか大卒でとかは違うんだよ。やっぱ思いの強さなんだよ。頭も良くなると思ってるから。世の中は変わるかどうか、俺らが変わるかどうかだと思ってる。ああ、でもね、いや、後半結構あれだと思ってて、俺やっぱ人間社会って根本的に変わってないと思うね。周りの環境がどんどんバージョンアップしていって、要はデータの蓄積ができるようになったじゃん。だからよく言われてんの、原始人と俺らって能力変わんないらしいんだよ。ただ、生まれた時から本があるとか、言葉を使ってるとか、生まれた時の環境によって変わるらしいんだよ。だからほら、狼に人間が育てられると狼みたいになるっていうじゃん。だからね、人間の文明が発達したのって、データが蓄積されてるからだって言われてるよね。
知り合いの金持ちは MLM の人、ワードと同じこと言ってるよ。びっくり。俺だって MLM で4800万売り上げてんだよ。俺。俺、マルチの畑でめちゃめちゃ稼いでたから。すごくない？マルチレベルマーケティングやったことなくて、入って3年間で年商4800万までいってんだよ。うん、環境が全てだって教わったな、俺は。で、環境全てだっていうのは本当だと思ってて。だから、周りにいる人とか付き合う人っていうのはすごく大事にしてる。なつさん、こんばんは。そう。だから、なんか、最高の自己年収いくらだったの？最高の自己年収いくらぐらいかな？1000万超えてないっすね。600万ぐらいかな。アドレナリンが出て、やる気出して、ドーパミンで喜ぶの繰り返し。でも俺マジで億万長者全然なれると思ってるよ。配信でね、しかも限定してるからね、俺は。配信で、こういうふわっちみたいなサイトとかで億万長者になるって決めてる。縛りを入れてますね。金を稼げれば何でもいいとは思ってなくて、楽しいことでやっぱ億万長者になりたいと思ってて、俺は絶対叶うと思うし、確信があるね。生活保護から億万長者になったら本が出る。いや別に本出したいとかじゃなくて、何歳ぐらいだろうな。多分40ぐらいにはなってると思うよ。10年後には確実になってると思う。お金たくさんあったら何に使うって、もうまさしく、俺、間違った質問だと思ってて、お金があれば何かできるやつって、お金がなくても何もできないやつだと思ってんの。金があったら俺これできるんだよって言ってるやつって、何にもできないやつなんだよ。逆に金があって遊びを上手にできる人って、金がなくても遊びが上手な人だと思ってんの、俺は。だから金稼げると思ってるから、あんまり変わんないと思うよ。よく言うんだけど、俺って3年前とキャラ変わったとか言われるけど、全然違くて、言ってることほぼ変わってないんですよ。ただ閲覧人数とか周りのコメントとかが変わってると思ってるの。要は俺の取り巻きが変わったんだよね。で、人間のオーラって本人が作るもんじゃないんですよ。これよく覚えておいた方がいい。オーラのある人って周りが作るの。例えば俺の後ろに黒服100人いて、和道様って言ってこうやって羊みたいにいたら、俺オーラあるって言われるから、絶対。だし、俺が金持ちになったら、このソファーが100万円のソファー、車はキャデラックとか、フェラーリとかランボルギーニになる、服とかも、ドルチェ&ガッパーナとかになってくるんでしょ。だから、すごいって思うだけで、多分内容変わってないと思うよ。ただ、だから食う飯が豊かになるとか、フランスに住むとか、側が変わってくだけだと思ってる。夏さん。だから、お金たくさんあったら何に使うっていう質問は、何がしたいとかじゃないんだよ。俺からしたら、ただ生活が豊かになるだけだと思ってる。で、多分本質的なこと変わんないと思うよ。だから、今20万稼げるようになってこう言ってるけど、な、言ったでしょ？ 1 億稼げたでしょって普通に淡々と言ってると思うよ。ただ時間かかるよね、やっぱり、みたいな。本当にそんな感じ。そう、生活水準が上がるだけなんだよ。ただ、俺が間違いなくその時に言えるのは、俺の取り巻きにいる人とか変わるだろうね。付き合いのある人。だからここに一郎とかがいたりとか、ここに芸能人とかがいたりするだろうね。放送のコラボする相手とかが。スティーブ・ジョブズはもう死んじゃったか。キャラは変わってないよ。そうなんだよ。人間ってさ、下品な生き物だからさ、本質を見抜けないんだよ、普通の人って。だからここにさ、芸能人とかいたら、和道すげえってなるんだよ。和道変わったなって。変わってないんだよ。そう、結局人対人だから、俺は人が一番大事だと思ってる。環境で性格は変わって発言も変わるでしょ。それが変わってないんですよ、プリプリ精査。マジで昔から知ってる人は、本当和道全然ブレてないよっていうもん。オーラ雰囲気、自分が作るんじゃないのか。知人の金持ちとは違うこと言ってる。和道の方が正しい気がする。俺はそうだと思ってる。ただ、これはどういうことなのかっていうと、取り巻き、要は人を巻き込む力を持ってるかどうか。要は、
人に好かれるかどうかみたいな、そういうものが俺オーラの本質だと思ってて、他人から見るオーラっていうのは本質的に周りが作るものなんだけど、結局その人の本質みたいなものは他人に慕われてるかとか好かれてるかってすごく難しいんだよ。和道と一緒にいてえわ、和道のそばで夢見てえわっていう人100人用意しないといけないんだよ。そっちの方が難しいと思う。うん。でしょ？常に。それをもって、だからワンピースでさ、ルフィ、またワンピースの例えかよで申し訳ないかもしれないけど、あれすごくうまく書かれてるから言わせてもらうんだけど、ジュラキール・ミホークってやつがルフィの恐ろしさに気づくの。頂上決戦の戦争で。あいつは強いとか、そういうことよりも最も恐ろしいもの、能力を持ってると。要は敵を味方に変える能力だって。要は、ルフィ強いよ。だけど、上には上がいるんだよ。力もスピードも強いやついっぱいいるんだよ。だけど、みんながルフィを守りたくなるっつって、どんどん戦局動かしていくの、ルフィが。で、あいつだけは殺すなとか、あいつを先頭に立たせろとか、どん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 変わってくんだよ。で、俺はリーダーの本質っていうのはそこだと思ってんの。リーダーって人の上に立つ人だと思ってる人いるけど、俺は全然違うと思ってて、リーダーって文字通りリードする人だから、一番前に立つ人なんだよ。背中を見せて行動で示す人がリーダー。で、後からついてくるもんなの。リーダーっていうのは上に立ったら終わり。誰よりも前に立つ人。で、フォロワーができてきて、こいつについていきたいっていうのが、俺は本物のリーダーだと思ってる。敵を洗脳するっていうか、味方につけるっていうか、好きにさせちゃうっていうのが、俺は本物のカリスマ性だと思うよ。で、人がいない時っていうのはカリスマ性って評価されないんだよ。ただのビッグマウスだと思われちゃうんだけど、結局年数が経っていくと、お前の夢に乗っかったとか、お前についてくわとか、お前好きだわ、仲間に入れてくれってなってくると、どん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 人が増えてくるじゃん。そうなってくると、人が増えたから、あ、すげえってなるのよ。いやいやいや、お前3年前何言ってたんだよってなるじゃん。だからそういうもんだと思うよ。俺はだから人を大切にするし、リスナーさんディスるの許せないんだよ。俺の大切な仲間だから。なんか最近自分を客観視するみたいな感覚あるんですけど、何なんですかね。それはね、多分ね、自分を客観視できるようになったんだと思うよ。前と上似てるようで違うのね。俺はだからよく言うんだけど、人生っていうのは上見たり下見たりすると自分の立ち位置分かんなくなるよって言ってて、自分の道っていうのを作って前に進むだけでいいんだよって、上見ても切れないし、下見ても切れないんだよ。で、上見て、うわ、俺ここにいるぜとかやってもダサいし、上見て、あ、なんだ俺絶対無理だよこんなのって。違うんだよ、前向いて歩くのが人間なんだよ。それが道なんだよ。自分のやりたいゴールを決めてそこに向かっていけばいいんだよ。そしたらね、こういう多元世界っていうかね、上も下もなくなるから。あ、進んでる道が違うだけで、そう見えただけなんだって気づくんだよ。だから、自分の、だから金稼ぐだけがゴールじゃないよって言ったのはそこなんだよ。なんか、その自分にとっての最高値はどこなのか。自分は何のために生まれてきたのか。だからゴールを知るっていうことは、生きてる、自分が生きてる意味がリンクするから。だから、そう、死が怖くなくなるんだと思うよ。そう、そこに生きれるかって、そこで死ねるかっていうことだと思う。俺はだから他人と比べるのを極端に嫌うね。他人は他人、俺は俺と思う。他人は他人で、俺は俺。億万長者になる、なるとか、なるとかなり、たいけど無理だろうなって諦める。まあ諦めたら絶対無理だよね。諦める人間っていうのは 100% 無理なのを確定させる行為だから、まあ諦める人は無理だろうね。俺はだから上も下もあんま関係ないと思ってるね。生き方が違うだけだと思ってるから。だって生まれた時から平等じゃないから、自分に長けてる部分と自分が劣ってる部分って絶対持って生まれてきてるから。でも気持ちの強さでいろんなものがカバーできると思うよ。だから日本人はメンタルをバカにしすぎなんだよね。メンタルトレーニングとかを。根性論大好きだし。億万長者になりたいと思ったことはないな。俺がね、億万長者になりたい理由は簡単で、俺は配信が大好きなの。もっともっと配信でトップを取りたいんですよ、僕は。配信で一番になりたいの。だからまあ、配信で億万長者になるんですよ。配信でトップ取るから。簡単でしょ？
だから億万長者を目指してるわけじゃなくて、俺のゴールっていうのは配信界でトップなんだよ、世界一。そう考えると億万長者になってるのが俺の中で当たり前だから、だからなるよって言ってんの。パソコンはね、レッツだね、今日は。マックはここにあるね。深く考えすぎて見過ごしてる気がして、いつも憂鬱になる。完璧主義者なのかな。どうなんだろうね。よく言うのは、俺は悩んだり考えたりしてる時っていうのは行動してない時だと思うから、俺は行動第一主義者かな。なんか失敗してもいいから行動した方が有利だと思う。アイラ月300、700だね、先月は。そっから計算してどういうお金になる感じ。俺は多分、だから、アイラは多分、1ヶ月で2000万とか1500万とか稼ぐようになると思ってるね。これが始まりだと思ってる。配信を極めたいと思ってるね、俺は。自分なりの方法で、ね、他人と比べてないよ、全然。だから結果を示すのってお金が一番簡単じゃん。だからまあ、億万長者になったらすげえって言わない人いないはずなんだよ。だからみんなにやっぱ配信のスキル認めさせたいから、喋りでこいつ食ってってるんだっていうのやっぱ手に入れたいよね。だからそれは億万長者になった時に多分いろんな評価が変わるんだろうなと思ってるから追いかけますね、僕は。喋りだけでここまで来たっていう。わかりやすい。この間配信見てたけど、風船ありがとうございますしか言ってなかったんだけど、何が人気なの？アイラ？わかんない。それアイラに聞きだよ。俺の放送じゃないから。ヒカキンは億だから不可能ではない。不可能なんて世の中にないでしょ。不可能なことなんかあるの？俺、不可能がないって言ってるのと同義だから夢は叶うって言ってんの。不可能ではないじゃなくて、不可能なことなんかないから、俺に。不可能なことは存在しない、俺の中には。競争しないと言われるゆとり教育賛成。俺、ゆとり教育受けてないから、賛成も反対もなくて、なんだろうな。いや、ゆとり教育とかどうとか、教育の話出したら、俺は日本の教育自体は俺に合ってないと思ってるから、俺は学校で学んだことで、なんか役に立ったことなんか一つもないから。だから教育自体なんかやめちまえって思ってるね。学校なんかやめちまえっていう感じかな。これ実際、父親にそうやって育てられたから、学校行きたくないっつったら、あ、行かなくていいよって言われたよ。本当に言われた。本気で言われた。俺が教えてやるよって。ふわっちみたいなサイトは他にあるのか？ニコ生と違っていつアイテム投げられる？ FC2 っていう配信サイトが古いですね、アイテム投げられるのは。お金がなくなって戦争になったらどうするか考えたことある？人間不可能ない。不可能ないよね。ていうか、億万長者がすごいでかいハードルなものだと考えたこともなくて、誰でもできることだと思ってる。やらないだけだと思ってるね。思考を苦しみの根源とみなしている。道教についてはどう？僕はだから道教、儒教の考え方は根本的に間違ってると思いますね。あれは支配の論理だと思ってて、中国、まあ始皇帝だよね。始皇帝が中国大陸全土をどう支配するのかっていう完璧なプログラムだと思ってるから。だから皮肉だよね。中国では道教、儒教全然守られてないけど、それを学問として取り入れた日本人が道教、儒教を完璧に守ってるっていう。日本は道教、儒教の国だと思ってますね。まあ、侍がね、学問として取り入れてたぐらいだからね。日本人はだから真面目だよね。ゼロから何かを生み出すの苦手かもしれないけど、発展させたり、伝統を守ったりするのは本当に得意なんだなと思うね。学校は会社員になるための訓練。会社員っていうか、俺はだからいつも言ってるのは、工場労働者と、軍人を作るためのプログラムだと思ってるね。あとは、官僚を選ぶっていうか、優秀なやつを官僚にするためのシステムだと思ってるから、まさに道教でしょ。まさに儒教でしょ。官僚を作って豊かなやつを選抜していけば国全体豊かになるっていう考え方だから、儒教は。
普通の人も絶対必要だからね、コンビニと。だから別に、強要はしてない。俺は違うっていうだけ。兵隊さん作りだね。見方を変えれば利用されやすい日本。だからまあ、浮いてる考え方だと思うよ。日本人的に言ったら。俺の考え方は。スタンダード、日本的なスタンダードではないよね。考え方的には。だって俺本当に倒れたことがあって、授業で毎回気持ち悪くなるんだけど、全校集会で右向け右ってやった時に、俺北朝鮮だと思って吐いちゃったんで、うーっつって倒れそうになるの、あれ。だって先生の号令で右向け右っつったら、命令通り右向くんだよ、全員が。俺本当に吐いちゃったんだよ、うーって気持ち悪くて。北朝鮮のことバカにしてるけど、日本だって同じでしょ。あんなアメリカじゃ絶対やんないよ。命令じゃん、あれ。あれ、軍隊でしょ。ナチスでしょ。俺は本当にそれくらい敏感に感じるね。子供の頃から。なんだこれ、宗教じゃん。でも考えてないでできちゃうんだよ、日本人は。俺はすごい苦手だね。右向け右は本当吐き気を覚えるね。そう思ったことないでしょ。俺は子供の頃からやばいと思ってて、この国やべえと思ってた。マジでやべえって。小さい前習いの意味がいまだにわからん。だから船とかさ、狭いところでも整理整頓した方が、管理者、上からの権力者たちが番号を数えるのに数えやすいわけじゃん。整列させた方が掛け算ができるわけじゃん。だから小さく整列させんのよ。子供の頃にその感覚に気づいて、すげえ気づけて。俺は子供の頃からだから、そういうのに敏感だったね。むしろ子供の方が敏感なはずなんだけどね。先入観がないから。まあ父親の教育のせいだと思う。子供の時は無知だったから普通に従ってた。マインドコントロールな。俺はマインドコントロールだと思うよ、あれは。右向け右とか。ないな、秩序はあった方がいいし、その秩序を作ってる側の論理だと思うんだよ、俺は。要は管理者からすると優秀な能力、優秀っていうか、統治しやすい能力だっていうふうに考えちゃうんだよね。で、別にそれが悪いことだとは思ってないの。俺はすごい苦手なだけであって、俺がすごい苦手なんだよ。ねえ、きれいに整体、だから日本はね、多様性を受け入れなさすぎだと思ってて、多様性が右向け右って言った時に逆立ちするやつが欲しいよ、俺は。そいつは天才だと思うんだよ。それをずっと大人まで続けたら、右向け右ってやった瞬間、ズボンを下ろしてチンコ出しちゃうやつって、俺天才だと思ってて。天才じゃん、やっぱり。俺はそういう、それを続けられる大人みたいなのを待ってるよ。ホリエモンってそういう人だと思うよ。まあだから気が合うんじゃないの、正義の味方は。日本の教育は違和感あったけど、洗脳に慣れてしまったのはショック。いや、でもそれはそれでいいと思ってんのよ、別に。それが心地いいのであったら。みんなで逆立ちするのが中国なんだよ。いや、俺中国はそんなこと思わないけどな。だから金梅さんは絶対チンコ出してたろうね。右向け右って言った時、なんか一ボケやるタイプだったと思うよ。だから天才なんでしょ。俺金梅さん天才だと思う。バカと天才紙一重っていうか、同一なんだよ。バカと天才なんだよ。一緒なんだよ。で、どう見るかなんだよ。俺もホリエモン好きっすね。さっきのパンの人も天才なのかな。何パンの人って。自分軸がない。楽なんだよ。社会の方が大事なの。まさにアメリカ人って個人が大事なの。個人の次に社会があるの。順番が明確なの。日本は社会があって個人があるって考えるのよ。俺はそれが苦手なの。まさにそれよ。さっきのバンの人ね。あれはただのダメなやつだと思うけど。それはただのバカなやつだと思うよ。いや、一番洗脳されてる時って、洗脳とか言うけど、洗脳って気づかないのが洗脳だから。だから、
前習いの時に気づいてなかったじゃん。今気づいたじゃん。ようやく洗脳されてたっていうのに気がついてるんだよ。そう、脱洗脳をしてるわけよ俺は。常識って本当に常識なのって思い込んでるだけなんじゃないの、もしくは頭のいいやつに支配されてる論理なんじゃないのっていう。ヒデさんこんばんは。そういうこと。たった一枚の、紙って気づけるのが天才、別世界だと思っちゃうのがバカ。うん。っていうか、あのみんなね、洗脳洗脳とかマインドコントロールとか言ってるけど、洗脳し合ってるからね。だから自分が本当になりたいものを見つけて自己洗脳をかけるやつが脱洗脳なんだよ、社会からの。そう、逸脱はダメだと思うけど、そこに気づいてるか気づいてないかって結構重要なんだよね。要は悟ってるか悟ってねえかだから、うん。信頼できる人はどういう基準で考えてますか。俺が信頼できるのは俺だけ。うん、これ本当に悲しく聞こえる人もいっぱいいるかもしれないけど、俺は尊敬してる人はいっぱいいる、仲間もたくさんいる、でも信頼できるのは自分だけです。はい、これ本気で言ってます。もしのんたんのこと信頼してるとか、たくみさんのこと信頼してる、尊敬してるの、リスペクトしてるの、レクチのことも大好き、正義の味方も大好き、みんな大好きだよ。ただ信頼は自分しかしません、僕は。はい、なんでかっていうと、あの信頼するっていうことは他人のことを考えなくなっちゃうのよ。それって失礼な行為の、俺にとっては。自分の責任取れるのは自分だけ、うん、仲間が自分と違う考え方をした時に、信頼してたのに裏切られたわとかいうのは、それは愚の骨頂なんだよ。そんなの信頼でも何でもない。本当に信頼されたいとかね、人の信用を勝ち取ろうと思ったら、まず自分をしっかりさせることなの、うん、だから俺は誰も信頼しない。信頼する人間じゃなくて、信頼される人間になる、頼りたくなる人間になりたい。だから自分のことしか興味ない、うん、自己洗脳っていうのは本来はない言葉なんだけどね。洗脳っていう定義から考えると、自己洗脳っていうのはないです。簡単に言うと本当は存在しない言葉なの。自分を信頼できるってすごい。自分しか信頼しない、うん、自分以外の誰かを信用するっていうのは甘えなんだよ俺にとっては、うん、そう、自立することがまず大事。1億3000万人もいたらいろんなやつがいるよね。ねえ、そうだよね。PPAP トランプいらっしゃい、うん。自分を信頼できないってどういうこと？わかんない。俺は自分を信頼してるから。うん。わかんないわ、うん。物理的に、脳洗って。ああ、ブレインウォッシュね、うん。自分を信頼できる？できない？うん、いや、あくまで俺の考え方よそれは。だから俺結構ね、友情とか愛情とか結婚とかって流されないで考えてやってるから、一個一個自分が取ることに、行動取る行動に全部責任を負ってるんだよ、うん、じゃないと窮屈になるから。自分の生き方が、自分の生き方を完璧にコントロールしたいんだよね、自分の思いのままに。じゃないと自分のやりたいことが達成できないね。自分の意思で行動してるのに自分を信頼できないってよくわかんない。俺自分信頼してるからな。だからその発想がわかんないね、うん。うん。だから自分を信頼してない考え方をしたことがないから、逆に自分しか信用してないから、信用してないっていう人の意見を聞いてみてよ。44。俺はだから想像ができない。自分の体験でないから。洗脳って価値観を変えることだから、学校でそういう意味では洗脳ね。教育はまさに洗脳ですよ。あ、コメントにあったんだ。あ、そういう時リプやってもらえるとありがたい。あのリプがないコメント、俺に対するコメントだと思っちゃうから、うちはリプ金じゃないから、バンバン議論してほしい、もう本当に。そう、そういう時はこの人にコメント打ってるよっていう、そうリプ使ってやんよ、うん。自分よりも他人、社会を優先することだと思う。今私の改善のテーマ。あ、まあ別にそれでも合ってると思うけど、だからそれが幸せかどうかだよね。俺日本人の良さでもあると思ってるから、そこは。伝統をこんだけ守ってるとか。世界で一番古い企業ってアメリカじゃないんだよ。イギリスじゃないんだよ。ほぼ日本に 90% 固まってんのね。300年間続いてるとか。日本はね、伝統を守ったり保守をやらせたら完璧な国だと思ってる。うん。そう、俺がさ、アスペルガー症候群だからさ、そう、俺に言ってることだって勘違いしちゃうんだよね、うん。
自分に甘いから俺自分で決めたこと平気でやめちゃう、信用できんのよな自分。まあ自分を裏切る生き方をしてたら自分のことを信用できなくなるわな。まあそうだよな。だから自分の心に嘘をつかないことだよね。僕は信頼するしないはどちらもエゴの作り出した概念だと思います。そう、俺も全く同意見だから、自分のことはコントロールできるから自分しか信頼しないっていうのはそこに繋がってるんだよ。そう、結局欲望に駆動されたらアウトだから、自分ほど信用できないんだ。俺は自分のこと信じてるけどな、本当に 100% 信じきってるね。こんなにすげえ男見たことないよ。でも辞めるって決意も自分で決めたことだから裏切っているわけではないんだ。信じてたのに裏切られたっていうのはだから強さがない証拠だよね。依存するのと信用してるのと信頼してるの全然違うから。俺は依存するのはダメなことだと思ってるから。今回は難しいネタ。そうかな。俺なんか別に特に難しいことを言ってるわけじゃなくて、本当に当たり前のことを言ってる。1たす1は2ぐらいのことを言ってる気分だけどね。他人って当てにならんしな。今は自分の感覚を信じてるんだ。シンプルだね、すごく。むしろなんか、逆になんか他人を信用することの方がややこしいことだと思っちゃうんだよな。本質的な意味を言っても、金がないから稼ぐだけ。そう、信頼っていうのはそういうことじゃなくて、なんていうのかな、信頼ってもっと深いんだよね。信頼ってあと年数で気づくものだから。仮に明日和道さんが全く真逆のことを熱弁していても気にならない。でも無責任とは違います。どうなんだろうね。全然ね、違うこと言いますよ。全然違うこと言うんだけど、なんだろうな。俺は自分を信頼してますね。本当に。ただ、それは周りの人を信じてないとは考えないでほしいんだよ。俺にとって信頼っていう言葉がそれくらい深いんだよ。だから、ちょっとやちょっとで、だから今日俺は匠さんとレクチに信頼、ま、なんつうんだろう、本当にいい男だなとか、本当にかっこいいなと思ったし、だけど、なんつうんだろう、なんていうのかな。その人の優しさに甘えるとかっていうのは、その人に対して失礼なことだから、それとは違うんだよな。なんか難しいんだけどね。恋愛は依存だよね。人間は誰かに依存したいんだと思う。まあそれはあるんじゃないかな。俺はあんまりしないけど、昔はしてたけどね。それ辛い思いしたことあるけど、ある女の子を好きと考えたら付き合えたりして、他人と過去は変えられないっていう。俺はよく引き寄せの法則とか思考は現実化するんだけど、他人のことは変えられませんよ。他人にできることっていうのは、圧倒的な決定力とか結果とか意思とかを見せることによって影響を与えることはできると思うの。この人かっけえ、俺もこんな風になりたいとか、俺もこうしてみようぐらいの影響力なんだよ。ただそれを守るかどうかっていうのは本人次第だから、俺はだから影響力のある男になりたいですね。結果を出していって、俺も和道みたいになりてえって、俺も配信始めるわとか、そういう男になりたいと思うけど、俺はだから他人の人生にコミットする気なんか全くなくて、ここに見てる全員を億万長者にするなんて思ったことないよ。むしろそれは失礼なことだと思ってるから、みんなにはみんなの幸せを
があって、それを願ってますね僕は。みんなが幸せになってもらいたいって願ってるだけです。ただ好きと伝えることはできることだよね。だからといって好きと伝えないのとは別ね。俺は好きな女がいたら好きだって言うから、愛してるって言うから、ただ相手に同じことを言わせようとは思わない。俺が言うのは君が好きだって、君に一生そばにいてもらいたいって、決めるのは君だけど、君の存在をありがたく思ってるよぐらいにしか言わないね。あと君の幸せを願ってるとか、億万長者になりたい夢を託すのは、俺の人生に俺の夢託すなんてくだらないことやってるんだったら、俺にアイテム投げて俺の夢を一歩でも近づけた方が面白いと思うよ。これマジの話すると、和道が億万長者になるの見てるからな。そうじゃないと、今風船1個与えたら残り9999万って1減るんだよ。そう、一緒に叶えようよでいいと思うけど、むしろ俺のオーナーになれよっていう、和道の夢叶えたの俺だよって風船1個で言えるんだからさ、そっちの方が面白いと思うんだけど。あ、風船10個ありがとうございます。好きに生きるわがままって風潮があるから、どうしても後ろみたい。わがままに生きることの方がかっこいいと思うんだけどな。いろはちゃん風船ありがとう。メロン風船ありがとう。洗脳されてるよ洗脳されてるよ。俺が右向け右って言ったり、風船ピッてやると風船くれちゃうんだから、これ洗脳されてるよ俺、くだらない質問いいですか。 AB 型ですか。僕は B 型ですね。洗脳されてる、洗脳されてる、ありがとうございます。風船塾ありがとう。僕は AB 型でも、だいぶ血液型占いにあんまり根拠がないと思ってる。わがままな人は面白い。俺はもっとわがままに行きたいかな。それこそだよ。これ、倫理観はどうとか置いといて、俺の理想の生き方配信で、あー、フェラーリ乗りてーわーって誰もが思うことじゃん。極端な話。あー、ランボルギーニ乗りてーわーって言って配信したら、ブーンってランボルギーニ来て、おわど、ランボルギーニやるよ、乗れ。これが俺の理想の生き方。そういうリスナーさんが欲しい。おう、ワドつって、お前の夢叶えてやるよ。ランボルギーニ俺飽きたからお前にやるよ、つって。あざーすって。これで配信やれよって。あざーすって。いらなくなったら売れよって。俺は、これが本当の理想の生き方。本当に本当に。だから、ワドつって、なんだろう。なんか家ないんだって、つって。俺がやるよ、とかさ。そのいろんな大きさがあるけど、例えば焼き鳥食いてっつったら焼き鳥くれるとか、なんつうの、もっとパワフルに、ただその代わりそれくらい可愛い男になりたいの。和道にランボルギーニあげたくさせる。いや、和道にランボルギーニ乗ってもらうとか、ランボルギーニが嬉しいでしょって言ってくれるぐらいの圧倒的リスナーが欲しい。他力本願って言われると思ったんだけど、俺、他力本願の何が悪いんだと思ってて。違うんだよ。俺が望んで、それを俺と夢を共有する仲間がいたら、そんなにかっこいい生き方ないと思ってて。他力本願の何が悪いっていうか、俺は自分で欲しいっつって、それを叶えるために毎日放送をやってるんだよ。バカみたいに3年半、毎日寝ないで、女も抱かないで、パチンコも行かないで、毎日、勉強もできなくて、仕事もしなくて、毎日それを叶えるために、毎日狂ってるほど、俺は毎日放送をやってきたんだよ。俺はだから自分の夢から逃げてないんだよ。それを叶えるためだけに放送を毎日やってるんだよ。だからそれが他力本願って言われてるけど、俺は叶えるために頑張ってるんだよっていう。だから、なんていうのかな。それで何が悪いんだろうと思っちゃうんだよね。狂ったようにやってるよ。でも俺はいつかそういうかっこいいリスナーが現れると思ってるよ。ワド正解だよって。お前の夢叶えてやるよって。お前が待ってたのは俺だろって。
それくらいの影響力のある、もう、なんていうの、閲覧数とか欲しいし、そうそう、他人を動かすことの方が難しいから、うん、それくらいの影響力作りたいね。ランボルギーニ本社が和道に宣伝してもらえるぐらいなら、ランボルギーニ差し上げますよって。でも、ヒカキンってそういうことだと思うよ。でっかいテレビ欲しいな、どっかいないかなって、多分 YouTube でぼやいたら1億人ぐらい見るわけじゃん。1億再生されるわけじゃん。そしたらメーカーが、うちの一番いいテレビください、レビューしてくださいってなるじゃん。だから、俺はそんなの、他力本願でもなくて、ヒカキンのぐらいの影響力になると、それがビジネスに発展すると思ってるんだよ。あ、そうそう。だから普通に仕事した方がいいよって言ってるのはそこなんだよ。配信なんかやらない方がいいよって。俺は、ただわがままに生きるために、その配信っていうツールを。川崎洋平、家を借りただけだね。持ち家の650万を貸してもらってるだけ、ただで。もらってはない。名義もらってないんだよ。まあ、それでもすごいと思うけど。沖縄から出てきて東京に家欲しいと思ったら家買った。嘘のような本当の話。ああ、すごいね、いろはさん。うん。まあ、他力本願なんだけどね。でも俺はそれくらいパワフルに生きようと思ってて、でもそれが叶ってるんだよ。小さいかもしんないけど、配信で飯食いてえなっつったら食わせてもらってんだよ。ほんと感謝してるぜお前らに。お、ほんとに毎日感謝してっかんなお前らに。マジでほんとに俺の夢叶えてくれたのは、今見てくれてる、今俺をフォローしてくれてる人たちだから、うん。だから一人二人しかフォロワーがいなかったらそれできないんだけど、1200人になってくるとできちゃうんだよ。すごいだろ。1200円が1000円払ったら10万だぜ。1200円が1万円、え ?1000 人、違うよ。1200人が1000円を俺にくれたら、俺100万円だよ、月収。それ面白くない？ 100 万円配信で稼げちゃう男作れちゃうわけだよ。1000円なんかさ、ガキでも持ってるじゃん。そう、花火2発だよ。面白いじゃん。うん。欲しいと思ってると手に入る時ってあるよね。俺逆に欲しいと思ってないのに何かが手に入ったこと一回もないんだけど。俺の部屋にあるものって俺が欲しいと思ったものしかないから。ノンタンですら俺が理想の彼女だっつって、俺が欲しい、この子彼女にしたいとか嫁にしたいと思ったことから、俺の部屋の中にいて、俺の部屋の中にあって欲しくないものなんか俺の部屋に存在しないんだけど。うん、欲しいと思ってると手に入る時しかない、俺には。数ヶ月でフォロー増えた。4ヶ月放送やってんだけど、1ヶ月300人ペースだね。でしょ？億万長者余裕でしょ？うん。だから、俺はなんつうの、変な洗脳がかかってないっていうか、俺は普通にただ、ありのままを見てるから、うん。難しいことかもしんないけど、うん、諦めなければ絶対できると思ってるし。なくし物探してるとき見つかることよくある。探してるからだよね。俺買ってから失敗だったなって服結構ある。それはだから引き寄せの法則的に言うと、1年後とか半年後になくなってるはずなんだよね。うん、捨てるときに、うんうん。ね、欲しいと思ってる人のところに。うん、それこそ杉分けさんさ、服いらないんだったら誰かにあげなよ。それかっこいいと思うよ。俺もう着なくなったから、これ3回しか着てないからお前着ろよって、うん、欲しいっすっていうやつ絶対世の中にいるから、ツイッターとかに出せばいいんだよ。この服欲しい人っつって絶対喜んでくれるよ、うん、で誰かに着てもらった方が嬉しいじゃんやっぱり、うん、お金たくさんあるの怖いって思っちゃう。お金って使うの難しいよな、本当に。そう、稼ぐよりね、使う方が難しい。ほんとそう思う。お金は、実はね、稼ぐことよりね、使い道で金持ちになるかどうかが分かれると思ってるから。だからメルカリで売ってもいいと思うし。うん。売れるところに売ってる、メルカリとかに出品した方がいいかも。うん、なんかトラウマ、うん、まあでも俺は稼いだ分ガンガン使いたいかな。また稼ぎてえって思いたいし。あ、そういう過程か。俺は自分の稼いだ分はバンバン使いたいね、うんうん、不動産っていうか、なんかそのもうガンガン使いたい、うん、狂ったように、で狂ったようにどんどん稼ぎたい。かっこいいじゃん。
金でーって言ってる月もあればさ、100万円うわーっつって次の日には金ねーって言って1000万になったりとか、そういう生き方ってかっこいいなと思うから、そういう生き方したいですね。使うことにはあんま興味ないんだ。でも生きた金使えるようになりたいなとは思うけど。不労所得？不労所得まあいいよ。不労所得何回か持ってたことあるけど、まあ最高だよね。遊んで暮らせるぜ。不労所得はいいっすよ。まあ作るまで大変だけどね。俺は与沢全然かっこいいと思ったことないかな。面白いとは思うけど、与沢翼全然かっこいいと思ったことない。人造人間19号でしょ。日本の場合だとまあ土地持ちっていうか、まあどうなんだろうね。あんま関心ないから。俺結構バリバリやりたいことやってるの好きだからな。16号、ああ16号っぽいかも。なんだっけ、ファイナルフラッシュだ、なんだっけな、アトミックバスターだっけ、カシャッアトミックバスターだっけ、こうやってガチャガチャって取るやつ。なんだっけな、16号の技アトミックバスターだったっけ。なんだっけ、ファイナルフラッシュはベジータだもんね。なんかでもやっぱ根はパンクスだからね、なんかからかっていきたいよね。なんか世の中の正しいとされてることを全部否定していきたいっていうのあるよね。ああ、釈迦が懐いた。釈迦は誰にでも懐くから。でもほんと稼ぎたいですね。マジで死ぬほど稼ぎたい。金でバッサバッサやりたい。成金じゃねえかこいつっていうぐらいアホみたいなことしたよ。破壊なくして創造のスクラップ&ビルドですね。あれ、テレチャンピン復活した。10年後の和道が成金になってそう。まあ言ってること変わんないけど、性格嫌なやつになってるだろうな。すげえ自慢すると思うよ。超嫌なやつだと思うよ。ザ・成金みたいになってるだろうね。金は稼いだけど、あいつ嫌なやつだなって。もう絶対、だって嫌なやつだと思うよ。それでいいと思ってるし。のんたん未来は億万長者で元気出してねとか。あ、でものんたんは俺、男見る目あると思うよ。俺を選んだんだもん。
すごい才能だと思うよ。てるちゃんみんバンだったらしいんだよ。のんたんはすごい優秀な女として、すごい優秀だと思うよ。俺の才能を俺が一番底辺の時に見つけたわけだから、うん、俺の人生で最も稼げてなくて生活保護でこんな状態なのに俺のかっこよさ見抜けたんだもん。天才でしょ。俺はのんたんガチで天才だと思ってる。ねえ、なにこれ、耳から血が出てる。なにこれ、大丈夫か俺の耳。え、耳の穴から血が出てんだけど。初めてなんだけど。え、やばくね？え、何これ？え？耳の穴から血が出てんだけど。大丈夫か俺。え？そんな大量にじゃないんだけど、ニキビが潰れたぐらいの血が。何これ？怖いんだけど。大丈夫かな？耳から血が出るって怖いよね。かな？いや、書きすぎてっていうか、綿棒今そっと入れただけなんだけど。うん。鼓膜はもうとっくに破けてるね、俺は。うん。今朝鼻血も出たし。大人の鼻血って怖いよね。かな？入れすぎたのかな？感想かな？まあ俺が死んだらみんな葬式よろしく。弔ってね。鼓膜破れても剥がれるんだよね。鼓膜が本当に破れる人って本当に珍しくて、鼓膜って剥がれるの。うん、剥がれて再生はするんだけど、鼻かんだりするとベリって破けるの。バリって言うよ。もうドラムやってる時からおかしくなってるから。健康気をつけます。ホーリーおじさんありがとう。耳掃除ってあんましない方がいいって言うよね。でも俺さ、べちゃべちゃの耳だから、耳定期的にね、やっぱ綿棒やらないとね、聞こえが悪くなっちゃうんだよね。絶対。猫耳っていうのかな。べちゃべちゃなんですよ。再生するね。うん。人間関係で嫌なことあった時、処理できなかった、処理できてなかった心に眠ってた感情に気が付かされることもあるんだよな。シンクロニシティ的な。こういうのどう思います？人間関係で嫌なことあった、処理できてなかった心に眠ってた感情に気が付かされる。嫌なことがあった時に、よくわかんねえな。その状況がよくわかんない、サトスさんの。べちゃべちゃは猫耳なんだ。いっぺちゃんうまいね。いっぺちゃんいいね。のんたんは腹抱えるほど楽しませたいな。のんたんの笑顔大好きだから、和道さんでよかったって毎日思わせたいね。本当に海外とか連れてったりとか、うまいもん食わせて。はあ、のんたんがね気分落ち込むと俺ものんたんと一緒で釣られちゃうから、やっぱパートナーだからさ。のんたんの笑顔可愛いんだよね。のんたん見る目あるでしょ。耳かきよく前にするね、俺。風呂上がったら耳かき必ずするね。性欲強いかどうかわかんないけど、他人の性欲と比べたことないから。思考を現実化するプロセスで、思考を現実化、プロセスが大事である、とのこと。プロセスが大事って書いてなかったけどな、思考を現実化するっていうのは。強烈な意志が大事だみたいなこと書いてあったけどね。うん。ねえ、耳かきイコール性欲が強いってすごい考え方だね。俺はそういう風に思ったことがないからわかんないな。
なんだろうね、それ。謎理論だわ。耳かき依存っていうのはあるらしい。へえ。ああ、でも耳は常にほじくってないと嫌だかな。ああ、耳にツボか。性欲強いのあんの？でも性欲が強いってなんか男らしいっていうか、男も女もそうだけど、バイタリティがあることだと思ってるから、俺は食欲、性欲が強いっていうのは生きる力が強いことだと思ってるから、いいことだと思うけどね。もうなんだろう。やっぱり動物でも優秀なオスは性欲強いでしょ。俺は自分が性欲強いと思わないけど。性欲強いっていうのは迷信みたいな話だから、理論も根拠もない。まあないだろうね。ないだろうね。オカルトだよね、完全に。どっから生まれたオカルトなんだろうっていうのは興味があるかな。掘り下げたい気はするけど。お、もう3時か、早いな。これ、したことが現実化しないのは、単に他の人生の 雑事の方が興味あったってことですよね。本当に欲しいと思ってないんでしょ？半端なんだよ。なんか、それよりも優先することがあったんだと思うよ。何かで。本気で欲しいと思ってたら手に入ると思ってるから、あったらいいなぐらいに考えてるのと、俺が言うその本当に欲しいっていう心からっていうのは別だと思ってるね。一回行き始めたら48時間抜かずに20発したり、すげえな、超強えな。昭和現実化する。正直本屋で見た時うさんくさいと思った。ちゃんと読んだ？それってさ、本屋で表紙を見ただけじゃないの？読んだことある？中身ちゃんと最後まで。一回読んだことある？ 読んだことある？めちゃめちゃすごい体系化されたテキストだよ。パラパラって読んで、ああ、うさんくせえで終わりでしょ？それってうさんくさいと思った先入観から読んでるからだよと思うよ。俺本を読むときってどんな本でもそうなの。小林よしのりのゴーマニズム宣言ですら、俺は偏見をなくしてまず読む。先入観を一回全部フラットにしないとダメ。本を読むときは。で、読み終わって知識が入ったときにどう考えるかなんだよ。読んだことないでしょ？読んでごらん。多分、いろんな実りがあると思うよ。思考を現実化するって日本だけでももうこの50年間でどれくらい売れてんだろう。相当ロングセラーだよ。ベストセラーの本一覧っていうウィキペディアに載ってるぐらいだからね。講和現実化する検索してみようか。思考は現実化する7000万部だね。7000万部売れてんだぜ。化け物でしょ。 すげえな。7000万部って引くな。俺は本当にあれが一番今まで読んだ本の中で、ね、すごいと思った本だね。日本で200万部ぐらいだと思うけど、この50年間7000万部だって。金持ちお父さん貧乏お父さんは読んだこともちろんあるし、あれだけど、ロバート清崎って投資を一回もしたことがないっていう、あれ詐欺本だからね。まあ ESBI クワドラントとか面白いと思うけど、
あの人はだから俺はよく言うのは不動産投資じゃなくて作家だと思ってるね。本で億万長者になった人だと思ってる。小林よしのりの漫画を学校の教科書にしたら面白そう。いやもうとんでもないことになるぞ。あんな偏った思想。あれ狂ってるよ、本当に。ライ麦畑で捕まえてよりも売れてるんだもんな。何人が現実か？いや、わかんないけど、俺はあの本を手にしてから自分の思った通りの生き方ができるようになったからね。さっきの話、失礼。嫌なことがあった時の状況や感情が過去のトラウマにフラッシュバック。処理できてなかった感情に気づく。シンクロニシティはそういう意味じゃないよ。シンクロニシティって確か、世界で偶発的に起こることじゃなかったっけ？猿が、例えば芋を洗って食べるようになると。猿が芋を洗い始めたと。そしたら何の関係性もないのに、世界各地の全く共通性がない猿が芋を洗い始めて食べ始めたみたいなことをシンクロニシティって言うんじゃなかったっけ？違ったっけ？俺はそういうふうに覚えてるんだけど、そういうなんか不可解な現象みたいなことを。シンクロニシティっていうはずだと思ってたけど、その過去のトラウマフラッシュバックして処理できなかった感情に気づくことがシンクロニシティだっていう、そうそう、バギーでそれを覚えた知識なんだけど。だから、そのサトシさんが言ってるシンクロニシティっていう意味、言葉の使い方の、なんつうの、定義化っていうか、それが初めて聞く概念だから、ちょっと戸惑いを。バキで負ける見た。そのニトログリセリンの話で例えられてるけど、シンクロニシティってそういう意味だったと思うけど、違うのかな？他の意味もあるのかな？シンクロニシティ。シンクロニシティとは、簡単に言うと意味のある偶然の一致という意味である。この用語を提唱したのはフロイトと並んで精神分析界を二分するカール・グスフタング・ユング。ユングが作った言葉らしいね。シンクロニシティ。心理学分、心理、え、分析心理学で提唱された言語。カール・ユングによって提唱されたシンクロニシティという概念の和訳である。従来知られていた因果性の原理とは異なる複数の出来事を離れた場所で同時期に生起させる原理である。じゃあ俺が言ってる方が合ってるね。何かの一致する出来事、何か意味やイメージにおいて類似性を備えた出来事事象群が、離れた場所でほぼ同時に起こることがある。だが複数の事象が従来の因果性の説明方法ではうまく説明できない場合がある。そうした同時期に離れた場所で起きる一致する出来事を説明するためのある種の原理作用として提唱されたのがシンクロニシティであると。冷静が高まるとシンクロはよく起こる。ああ、それは俺もそうだと思うかな。誤爆すまねえ。売れてるな。暇な時立ち読みします。だから偏見を持たない方がいいと思うよ、本当に。偏見ほどね、人間の偏見ほどね、愚かな感情ってなくて、偏見って知らないから起こる差別意識だっていうのが俺の定義なんですよ。偏見って差別の始まりなのね。で、俺がよく自分に教訓として戒めてるのは、自分の体験って100%正しいと思い込んでることの方が浅はかなんだよ。自分よりも頭がいいやつとか、自分よりも優秀なやつっていうのは世の中過去偉人たちがいっぱいいたはずだから、俺は自分の感覚ってあんま頼らない。感覚は頼るんだけど、情報を手に入れるときは頼らないの。だから、偏見を持って読まないとかってすごくもったいないから、本とか情報ってガンガン仕入れた方が有利じゃん。情報量が多くなるから。その上でどれをチョイスするのかっていう判断をした方がいいから、読んでみて批評する方がかっこいいよ。読んでないのに、そんなのダセーじゃんとか、にわかだろうとか、なんか、お前あんなの信じてるのっていうのは、読んでからでしょっていある意味の偶然の一致。だから、因果性が必ずあるわけじゃん。科学的な。繋がってるわけよ。だけど、繋がってないのに同時に起こっちゃったことみたいな意味じゃん。シンクロニシティって。
なんだかよくわからない現象の総称っていう感じ。使い方間違った恥ずかしい。そういう気づきがあったと 言いたかっただけ。そういう気づきっていうのが、嫌なことがあった時の状況や感情、過去のトラウマをフラッシュバックする、処理できなかった。後から気づくってことはあるよ。あるよ、あるよ、それは。あの時はこういうふうな恥ずかしいっていう思いは、あの時こうだったんだっていうのはありますよ、それは。でも、俺ね、サトシさんすごくいいところに来てると思ってて、傷つく人間と気づく人間がいるんですよ。嫌なことがあった時に。で、傷つく人間っていうのは自分の殻にこもってるから、ずっと次のステージに行けないの。私かわいそうとか、なんでこういうこと言うの、なんでなの、いじめないでってなっても前に進めないの。だけど、あってなった時に傷つくんじゃなくて気づける人間でいいの。ここをこうしたらよかったんだとか、あ、こういうことだったんだって、そういう人は前に進める。傷つくと気づくの差はでかいよ。ユングは因果関係の存在は否定してましたよね。ああ、ごめん。俺も今ググって見た情報を言ってるだけだから、そこまでユングとかをちゃんと読んだ感じではないですね。はい、和骨世界樹ポエムさんいらっしゃい。何も考えてない時は無になってる時になんかある。偶然とか。ああ、でも、その無から、そのよく言われてるインスピレーションってどういう時起こるかっていうと、悩んで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 答え出なくて10年ぐらい経って、お風呂使ってる時とか夢とか超リラックス状態の時に脳の回路がつながってファッてインスピレーションって起こるらしいよ。だから考えないのもダメ、感じるだけもダメなんだよ。俺ツイッターに書いたけど、頭が狂うほど考えて考えて考えて答えが出なくて体感だって言ってんの。それはそこからなんだよね。要は俺も悩んで悩んで、配信のことを悩んで悩んで悩んできたけど、結局ね、悩んでる時って答え出ないんだよ。でも悩まないといけないんだよ。考えないといけないんだよ。徹底的に考え抜いた上で答えが出なかったことってね、実は感情だったりするんだよね。もっと原始的なものだったりするんだよ。そういう感じだと思う。初期衝動とか、そう。でも悩んでないとか考えてないやつは大嫌いの。その初期衝動を理解できないから。そう、過集中の向こう側だね。本当にそう。俺は考えないやつも嫌い。感じてるだけのやつも嫌い。考えた上で考えを超えるっていうの。Q&A 投稿を読んでほしいかな。どんな出来事だったか。Q&A 投稿って何？読んでほしい。どんな出来事だった？何の話？もし俺に体系的にちゃんと和道に質問したいっていう人がいたら、アスク FM っていうサイトやってます、僕は。で、僕に質問を投げて僕が質問を答えるだけのシンプルなサイトなんで、もしよかったらここに、これが僕の質疑応答の掲示板 Q&A なんで、もしよかったらここに質問投げてください。そうそう、できないことに向かうのが努力だよね。まさにそうだよね。気づける人間は強いよ、やっぱり。気づいた瞬間、次のステージにいるからね。過去の自分を乗り越えたってことだから。アスク FM は結構面白いですよ。その過去の質問、匿名で質問ができて、過去の質問とか俺結構答えてるから。例えばどんな質問？オレオレ詐欺のことについても質問が来てるし、弟や友人とその後何かしてますかとか、なんで詐欺をしたんですかとか、ホームページに記載されてる六本木ヒルズの最上階からホームレスの転落っていうのはどういう意味ですかとか、あと、食べ物にトラウマありますかとか、物心ついたのは何歳の時ですかとか、いろんな、彼女はいますかとか、いろんな質問来てますね。俺はね、本屋さんで本買うときね、絶対本屋さんは自分の買いたい本じゃなくて自分の興味ないコーナーぐるーっとすんの。のんたん知ってるけど、俺本屋で本選ぶとき超長いの。なんでかっていうと、関係ないコーナー全部回るの。で、一回一回手に取るの。要はね、その通りで、インターネットもそうだし、本屋さんもそうなんだけど、自分の欲しい情報だけを手に入れていくから、どんどん偏ってくんだよ、情報が。だから俺はそれをあえてランダム性を取り入れてるね。
傷つくけど気づきもたくさんある。次のステージに行ってるのか、なんか嬉しいな。うん、傷つくから気づくに変えないといけないような価値観を。そっから学びとか教訓を手に入れないやつはアホだよ。ただ傷ついてるだけなんだから。負けから何かを拾わないとね。負けることの方が多いんだから人生。勝ち続けるやつなんか見たことねえよ。今抜け出せずにいます。目を背けたらダメよ。傷ついたトラウマと徹底的に向き合うんだよ、うん、えぐるんだよその傷を自分でね。書店ぐるぐる楽しいよね。書店ぐるぐる大好き。家宝は寝て待て。家宝は寝て待てはでもやってる人間の言葉だよな。何もやってないやつは寝てるだけだからな。AI が勝ち続けるア人間になるんですかね。ア人間ってなんだろう。アスケ FM 初めて知った、面白い。これアカウント作ったら匿名じゃなくてコメントもできるし、フォローできるようになるから、アスケ FM めちゃめちゃ面白いと思った。うん。このサイトはね、すごいいいよ。配信者向きだと思う。これ面白いよね。アカウント作ったらフォローしてください。ぜひ。アスケ FM 面白いよ。なんか関心がある人が、なんかね、その人がどういう人間なのかを知るのって、質疑応答を見るとわかるんだよ。質疑応答がその人がどういう人が出やすいじゃん。頭かてえなとか、もう空っぽの人とかだったら、好きな食べ物は何ですか？肉とかなの。僕は肉ですね。肉にはタンパク質が含まれておりとか、ボディービルダーのそういう答え方になったりとか、なんかね、そう人柄が出るっていうの、うん、その質問サイトはすごい面白い。アスク FM は結構紙アプリだよ、うん。なんか本みたい。そう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 。なんかその人の人格を掘り下げる感じがして面白いんだよ。例えば好きな本とかおすすめの本ありますかとか言ったらさ、俺だったら思考は現実化するとかあげるだろうし。うん。赤身肉ガチッチっぽいよね。うん。そうそうそう。自分に何ができるんだろうか。自分の考え、生き方はすでに他人と同じではないか。うん、自分に何ができるかっていうか、自分が何がしたいかじゃないの。スマホアプリ対応してますね。うん。スマホアプリの方が使いやすい。ウェブブラウザーよりも。だから、アスク FM はスマホでアプリ入れとくと面白い。いろんな人見て。あんまりね、まだ普及してないっていうか。結構今後流行るだろうサイトランキングとかアプリランキングで上位にはいるんだけど、まだね、完璧、ツイッターとかフェイスブックみたいになってないんだよね。これは結構今後来るんじゃないかなとか思ってるんだけど。面白いよ、アスク FM。俺は好きなアプリだね。なんか、ああ、和道らしいなっていう感じすると思うよ。俺の質疑応答は。今10個の質問しか来てないから10個しか答えてないけどね。中一致さんいらっしゃい。突然すいません。土田カバンと吉田カバンはどっちが好きですか？どっちがいいか迷ってる。ですね、僕は吉田カバン、ポーターあんまり好きじゃないです。で、土田カバンの存在を知ったのは最近なんで、
この2つから選べって言われたら、僕は土田カバンを選びます。ただ僕が買ったカバンはそれではありませんでした。あのね、ポーターはあんま好きじゃないです、正直言うと。あのナイロン製のカバンで。ああいう軽量なカバンが好きならいいかもしれないんですけど、僕が買ったのはこれですよ。はい。ヘルツです。渋谷ヘルツが、僕はもうこれ買ってよかったなと思うし、もう超かわいいっすね。かっこいいでしょ。20年間使えるカバンです。いいでしょう。これが僕のマイおすすめ。もう本当に買ってよかったなっていう一生ものですね。そうで、俺の放送でもね、ワドのカバン良かったから俺も買ったよっていう人いっぱいいますよ。わざわざ埼玉に住んでるけど、ワドの放送見て俺もここ買ったわっつって。もう俺はずっとこれで、高い、これ6万ぐらいかな。20年間使えるカバンって言われてます。いいでしょう。さっきの本の名前何？思考は現実化する。この放送のタイトルに書いてあるね。いいでしょう。かっこいいでしょ。ランドセルってみんなにバカにされてんだけど、俺はあえて自分のテーマカラーの赤選んだんだけど、黒とか5つのカラーありますね。グリーン、黒、赤、キャメル、キャメルとあとなんだっけな、キャメルと、で、女性向けのカバンもいっぱい出てて、渋谷にあるね、もう何十年も続いてる、ヘルツっていうカバンで、女性向けのカバンだとね、こういう感じのもいっぱいありますね。すごいいいですよ。ビジネスバッグからも、本革のカバンだったら、もう女性も男性もここ。牛革ですね。キャメルはこういう色。こういう色。キャメルは。黒、キャメル。なんだっけな、5色あるんですよ、ここのメーカーは。で、革も自分たちの工場でオリジナルの革使ってるんで、安いトートバッグでよくね。いやー、どうだろうね。女の子のリュックサックとかも可愛いでしょ、これ。いろんな型のがあるんで、もうほんと、全部一品一品手作り、日本の工場で。ていうか、その渋谷で作ってるんですよ。自分に合ったカバンってなかなかない。革の色はね、チャコールか。この財布の5色と5色ですね。キャメル、チャコール、ブラック、緑、赤ですね。この5つ製品があるんで。革はね、使えば使うほど味わいが出るからね。このカバンは買ってよかったなと思ってますよ、僕は。絶対叶わない恋も叶うと思えば叶うんですね。叶いません。他人と過去は変えられないって覚えておいてください。恋愛っていうのは他人とすることなんです。はい。他人と過去は変えられません。だから叶いません。あくまで引き寄せの法則っていうのは本の中に書いてありますけど、思考は現実化するにも書いてあるけど、自分のことにしか適用されません。いい質問になったので。可愛いよね。ポーターは汚れやすい。いや、叶わないでしょ。叶うって言ったら俺は嘘つきだと思う。だから間違って自分の都合のいいように解釈するのはダメよ。だから簡単に言うと、ね、その人と結ばれるかどうか分かんないけど、その人のことが本当に好きならその人のことを思い続けることはできるでしょ。もしくは自分があなたのことを本当に世界で一番愛してるっていうことを宣言することはできるのよ。あとは相手が決めることだから。ポーターはね、まあいい、機能的だしいいとは思うんだけど、なんかね、なんか俺はあんま好きじゃないね。なんか尖ってない。尖ってない。男女間の友情は成立すると思いますか？思いません。一切思いません。男女間の友情なんて存在しません。本当にいい女がいたら抱きたくなるのが男だと思ってます。
俺は思わないです。うん。男女の間で友達だよねなんてのは俺はありえないと思ってる。俺はね、友達になりたくなるようないい女がいたら抱きたくなっちゃうのが男だと思ってるね。わかんないよ。ペラペラな友情だったら、うちら友達だよねっていう女子高生みたいなのだったら、俺そんなの友情でも何でもねえと思ってるから。高校卒業したら終わりじゃん。彼女とずっといたらセックスレスになりませんか？彼女は毎日僕のことフェラしてくれてますけど。仲いい男しかいないんやけど。いや、まあだからそれはいいんじゃないの？別にそれで。俺はだからあくまで。だから俺はなんか友情、それこそ軽い友情大嫌いだから。たまに風俗行かない行かない。俺風俗やめたもん。もう風俗何年行ってないかな。大嫌いですね、風俗。女を買うっていう発想が嫌だ。物じゃねえよっていあ、もしよかったら僕の YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。とりあえず1000人目指してます。チャンネル登録。過去の動画全部ここに載ってるんで、タイムシフト代わりに使ってください。よろしくお願いします。宣伝です。僕の YouTube チャンネルはこちらになりますので、今すぐクリックをして、ちょっとパッと行って、チャンネル登録してきてください。チャンネル登録して戻ってきてもらえるとありがたいです。よろしく。登録した？ありがとう。目指せ1000人、とりあえず。友達だと思ってて、相手が勘違いしてストーカーみたいになったことある。それ以来信頼してない。信用してない。俺はっていうのも、男と女で友情って分かり合えるかどうかだと思うじゃん。男と女に生まれてセックスもしないのに分かり合えるなんてことはないと思ってんの。男と女ってもっと深いと思ってるから。そう、セックスしたとし終わった時に初めて分かるもんだと思うよ。いや、セックスもしないでその人のことを分かるわけがないと思ってる。男は性欲を消化しないとフラットに見れないからな。だから僕には女友達なんてものは一人もいません。じゃあ、ワードを掘っていい？いいわ。男はいいわ。俺は本当の友達っていうのは葬式っていうか、自分が死んだ時にしか分かんねえと思ってるから、遊び仲間がいればそれでいいわ。友達はいらない。仲間が欲しい。俺と同じ方向を見てくれる仲間がいればそれでいいから。思考は現実化。例えば自分のことだけ適用って、宝くじ当たるとか、胸が大きくなるとか。宝くじ当たるは厳密に言うと違うかもしれないな。宝くじ当たるっていうのを肯定してる人もいるんだけど、中には。胸が大きくなるとかは確実に引き寄せるだろうね。女の子はセックスに対して嫌悪感を抱いてますよね。まあそういう女の子は多いよね。かわいそうだなと思いますね。僕とセックスした女は性を昇華させて、セックスを花開いて帰っていくので。いいセックスをしてないんだろうね、多分。とても残念に思いますね。もうライバルもいらないな。仲間は欲しいな。
男に友達なんかいらないんだよ。そう、同じ方向を見て一緒に戦える戦友が欲しい、俺は。仲間。そう。あざが消える？何？何が消える？嫌悪感抱いてない。そう。傭兵ライバルって言ってたぞ。あ、まあ傭兵はライバル、傭兵くんライバルだな。今でも傭兵くんはライバルだと思ってるけど。ガン、あ、ガンは消えるだろうね。うん、ガンを消えた。そうで、まあ、あの薬事法に触れたくないからあんま言いたくないけど、俺個人の見解としては、俺がガンになったら俺はガンを倒す自信があるね。ガン細胞に負けない自信があるよ、これマジで。ガンは消えないでしょ。死ぬときは死ぬ。いや、ガン消えた症例なんかいくらでもあるよ、世界中に。それは知識不足だよ。意味がわからないけど、ガンが消えた症例なんかいくらでもあるよ。うん、それは勉強不足。うん、うん、胸がでかくなりますように。うん、実際ノンタンおっぱいでかくなったからね。おっぱいでかくなりたいっつったから、でかくしてやるよっつって。ノンタン寝てっかな。ノンタン寝てるからあれだろ。ノンタンおっぱいでかくなったよ、うん、俺が毎日揉んでるから。ガンは消える可能性全然あるよ。完治の事例なんていくらでもあるよ。ステージ4から治った事例もあるから。うん、外部要因じゃないの、もんだら。で、でも引き寄せたんだからいいじゃん。うん、結果なんだよ、結果。結果、おっぱい大きくなったんだから。ノンタンがおっぱい大きくしたいっていう夢と、俺もノンタンの夢を おっぱい大きくしたいという、二人の引き寄せですよ。二人が強く思い込んだから。うん、ノンタン寝ちゃったら、ノンタンおっぱい大きくなりましたよ、本当に。これ本当だよ。ノンタンに聞いてごらん、今度。ツイッターで質問してごらん。ワドが、ノンタンのおっぱいはでかくなった。引き寄せの法則だって吹かしてたんですけど、本当ですかって。本当ですよって。むしろ研究初期段階で治せる方法を見つけてたはず。儲けるために隠してなんだろう。うん、千葉さんはそれを強く言ってるね。千葉さんは、うん、それですよ。前向きに戦えば縮小はするのかな。病は気からっていうしね。うん、よく言われてるのが、そのザ・シークレット引き寄せの法則、要は思考は現実化すると逆の方で、ビデオも出てるんだけど、そこにはがんを治した人のインタビューが出てて、その人がやった治療法っていうのは、その薬とかの治療法とかじゃなくて、ストレスを一切なくすっていう方法を使ったの。ここ要は全的な感じで、毎日を楽しむ、毎日を笑うっていうので、その余命をそのパートナーとすごく大事にしたんだけど、で、私はがんが治るって言ったらがん細胞って消えないの。これ引き寄せの法則で、アファーメーションですごく大事なことなんだけど、私はがんが消えるっていうのはがんを肯定してることになるから、がんが消えないのよ。そうじゃなくて、がんっていう存在を頭の中から消すの。そう、だからもう毎日映画見て笑うとか、パートナーと喜ぶっていうことだけやってたら消えたっていう事例が紹介されてる、ね。うん、うん、だから奇跡だって言われてて、うん、そう、家
金持ちになりたいっていうふうにアファーメーション、ここ頭の中で唱えるといつまで経ってもなれないのね。俺は金持ちだって断言しないといけない。現在肯定形。自分があたかもそうだって思い込むと現実がずれるっていう。ステージ4っていうのはもう末期癌の状態だね。今で言うところの。絶対治らないって言われてる状態。アスペなんてないって言うとアスペなの。アスペの概念が頭に入っててないって否定してるから。だからアスペに囚われる。アスペって何って言わないとダメだ。アスペルガー知らないはずなんだよ。アスペルガーじゃない人は。うん。だからそれがね難しいんだよ。うん。で、その人が振り返ってるのは、がん細胞になる生き方をしてたって言ってたね。要はストレスをすごい抱える生き方してた。ノーベル賞を取ってください。なんで俺が取らないといけないの。秋久さんが取ればいいんだよ。アスパラって何。あ、いいじゃん。それそういうことよ、うん、そういうことよ、そういうこと、そういうこと。アスパラって、うん、末期癌でも消えた人いるの。いるいる、全然いる。事例はいっぱいある、症例が。うん、ただそれは科学的に解明されてないから今の日本の法律は引っかかっちゃうんだよね。そうそう、コミットメントとかアファーメーションとか、俺がよく言ってる決断っていうのはコミットメントのことなんだけど、要はなるって決めるんだよ。決めたらなれるじゃん。だから河本ひろとはこういうことを言ってるね。大人になって車の運転免許を取るのがレーサーになる条件じゃないって。俺はレーサーだっていうふうに子供の時決めたやつは未来のレーサーだって。っていうふうに河本ひろとは言ってて。それって引き寄せの法則的に当たってるの。いや、ギター買ったからミュージシャンじゃないんだよ。CD レーベルにミュージシャンじゃないんだよ。俺はスーパースターだって決めた瞬間に、そいつは未来スーパースターになることが約束されてるみたいなことを言ってんの、河本ひろとは。そう。なった。そうだね。うん、でも俺は何々だって言い切るのが一番強く働く。 I am っていう言い方。 I am hero とか I am musician、 I am pro musician、うん、でそれって現実との乖離が強いから反動も強いんだけど、一番早くなれる。その反動に負けなかった時にはもうなってるって言われてる。自分の国で運転するのに免許なんていらない。あ、かっこいいね。最高だよ、うん、最高だよ。大好き。かっこいいね。腹減ったな。なんか最近有名な方が亡くなって世代交代を感じるのは僕だけですか。あ、俺もすごい感じる。っていうか歌舞伎町自体に感じる。今日行ってさらに感じたね、歌舞伎町。まあ、あの年寄りがいなくなって若者だらけで渋谷みてえだなと思った。本当に。だからちょっと毛色は違うけど、街が生まれ変わってるね、うん。おにぎりどうぞ。おにぎりうまいよね。おにぎり大好きなんだよ。俺が作るおにぎりマジでうまいよ。本当に。これ嘘だと思われるかもしれないけど、のんたんにも食べさせたんだけど、マジでうまいって言ってた。おにぎりじゃないんだよ。おむすびなんだけど。こだわりがあるんだよ。いっぺちゃんうまいよね、うん。なんかでもあれだな、リスナーとほんとさ、キャンプでもしながらさ、こう、イノシシとかを自分たちで取って焼きたいな。で、語りたいな、こう、朝までね、うん。体験と一緒にリンクさせながら、やっぱ、飯を食いたいね、うん。同じ思い出をね。アイアムおばちゃんになる。あ、なんてポーター。うん。〇〇になる。反動でならないかもとは思わないか。これは前田志向。なるんですよ。でも、反動に負けたらなれないんですよ。でも、反動があるっていうのはいい兆候なの。うん、こんばんは、ピザ兄貴さん。うん。俺はだからずっと配信で飯食うって言ってて、なれない、なれないって 100万人ぐらいから言われてきたけど。でも俺はなるって言い続けの。100万人が夢叶えないやつだったんだろうね、多分。うん、
でも俺は叶えたよ。1%側の人間になれたよ。クロさんはこつ。ワードロマンチックない。俺ロマンティストだよ、本当に。ただリアリストだけどね。思想はでっかく。心はでっかく。そしてそれを実現するっていう。うん、俺、机上の空論大っ嫌いだから、うん。夢はでっかくていいんだよ。ただ全部叶えないとダメ。うん、キャンプいいね。キャンプいいね。みんなでしたいね。うん、やっぱ取れたてのイノシシはうまいな。うん、絶対楽しいと思うよ。うん、あ、また破けたズボン。マジか。また破けてきたな。また縫わないと。せっかく縫ったのにな。うん。俺はだからスーパーの精肉コーナーで号泣できる男になりたいから、うん、命がもったいないっつって、豚さんありがとうっつって、もう魚コーナーとかで刺身見ながら号泣できる男になりたいの。魚さんごめん。超かっこいいよね、うん、でも浅井さんってそういう人だからね。なんで肉食わないのって聞いたら、逃げるものを食うって最低な行為だって浅井さん言ってたからね。だから野菜しか食わないんだって。すげえかっこいいと思ったね。浅井ゆき子かっけえと思った。私は逃げるものは食べないって、うん、生きたいっていうね、意志を感じるよね。枝の先にマシュマロ刺して焚き火焼いてる女の子に燃え。メンヘラでしょそれ。現実世界にいたらノンタイやりそうだけど。かわいいよね。だいたい萌えってメンヘラだから。金梅さん世紀末でしょ。金梅さん世紀末でしょ完全に。デーモン小暮閣下でしょ。金梅さん超ウケるわ。デーモン小暮だわこれ。アホだな本当。メイク濃いな。本革手入れってどうやってます？専用のオイル塗るんですか？頻度はどんな感じで？僕は1ヶ月に1回ミンクオイルっていうのを使ってますけど、これはミンクオイル推奨してないんですよ。このメーカーが出してる植物性の3000円のでっかいやつがあるんで、それ買おうかなと思ってますね。ミンクオイルって浸透が早いのね。だからこれくらいその長く使うさ、硬めの皮だと柔らかくなりすぎて型崩れちゃうから良くないって言われました。僕は基本的にミンクオイルが好きですね。水拭きの雑巾で強く空拭きして、ゴミを取って、乾燥させて、水分と油分だから変わって。だから水もちゃんと含ませながら、少しね。で、ゴミを取って、ブラッシングして、皮塗って、で、物によってはローでコーティングしますね。メイクのやつ。4週間断食で最初の食事泣きながら食べた。俺はね、断食は完全にやったの3週間だけど、うまかったな。わかる。4週間もっとすごいと思うよ。3週間全く何も食わなくて、水だけで。水とタバコ、タバコ吸ってたけどね。うまかった。梅干しが甘かったんだよ。蜂蜜みたいな甘さだったからね、梅干しが。自分より強いと思うから逃げる。弱いものは食べられて当たり前。弱いもの食べられた当たり前。弱肉強食で。精神論は悪だと思いますか？精神論は悪だと思うか？何の話かよく、何を言ってるか全然わかんねえな。秋久さんが。精神論は悪？何それ？精神論って何のことを言ってんの？抽象的すぎてよくわかんないな。どういうこと？精神論は悪っていう。何だろう？精神論って何？精神論っていう概念がよくわかんないな。概念がわからないものを正義も悪もないと思いますけど。
僕にとっては何を聞いてるのかよくわからない感じですね、質問自体が。もう少しこう具体性を帯びさせてもらえると答えやすいです。すごい、断食1日でやめた。いやー、後半はね、最初の3日間が地獄なんだけど、1週間ぐらい経つともう食わなくても生きていけるなっていうのに気づく。食欲自体がなくならね。で、もう最後の方、まあまだ続けられるけど、家族に止められて、もう幻覚見えてるからやめなさいって言われて、確かにね、もう精神がやばかったんだよね。研ぎ澄まされちゃってて。梅干し食ったんだけど、おかゆと。くっそうまかった、一口目。最高、もう。本当に最高。断食は意志が強いですよね。4週間。4週間は、だからもう何でもできちゃうレベルでしょ。いや、俺は水だけだったね。断食はね、宿便とかも出るし、すごいよ。体が研ぎ澄まされてくって。あんま人にはおすすめしないかな。その時ニートだったからできたんだよ。働いてるとね、カロリーが足りないから、あんまり良くないと思う。ああ、そうだよね。最初の一週間、3日間1週間地獄だよね。特に3日目がやばかった、ほんと。もう食い物のことしか頭にないっていう。昔の考えで根性とか気合とか言っただけに、悪。いや、なんか悪っていうかバカだね、俺の中では。正義でも悪でもなくて、バカがやることだと思ってるね。根性論とかは、気合とか。僕はだから悪でも正義でもなくてバカだと思います。根性とか気合なんて当たり前だろうっていう。味覚が冴えて味の向こう側に連れてってくれる。噛めば噛むほど味が出て唾液が出る。うまいよね。やっぱ空腹は最高の調味料って本当だよね。うまいもん食いたきゃね、体を酷使すればいいんだよ。病気で4週間点滴オンリーだったけど、食べ物のことばっかり考えるようになる。ああ、まあ、それはね、食いたいよな。でも食いたいって生きたいってことだから、やっぱりまだ体が生きようとしてるんだっていう。食欲なくなったらやばいもんね、やっぱり。食欲なくなるときって大体減らってるときとか、体が不調になってるときだから、悪い兆候だよね。でも食えなくなっても看護婦さんはまだ生きれるらしいんだよ。看護婦さん的にはまだ寿命は生きれるし回復できると思うけど、人が死ぬ匂いって看護婦さんわかるっていうじゃん。あれってね、フラン臭らしいよ。要はね、うんこが出なくなったら人間終わりなんだって。代謝ができなくなってるわけだから、老廃物が溜まっていくわけじゃん。その時に死臭って言って、死ぬ前の人の独特の匂いが出るんだって。腐った匂い。だから病院で入院してる時にうんこ出なくて3日ぐらい経つと、ああ、もうそろそろだなってわかるってよ。看護婦さんがよく経験ね、よく職業病で死ぬ人の匂いがわかるってやつ。レスゲってなんだろうね。じゃあ、そろそろ終わりにしましょうか。腸閉塞とかね。じゃあ、皆さんありがとうございました。また今日も日曜日放送すると思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。いつもたくさんの人に囲まれて最高です。楽しいです。ありがとう。じゃあ、皆さんおやすみなさい。お疲れい。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんねん、もう。